ステファーヌ・ギアガナは、フランスの陸上競技選手、専門は短距離走及びハードル。アベロン県サンタフリク出身、セネガル系フランス人。身長186センチメートル、体重80キログラム。1990年8月29日、スプリトで開催されたヨーロッパ陸上競技選手権、大会400メートルハードルにおいて48秒92の記録で5位に入った。 またジャンクロードナリが16年間放置していたフランス記録を0秒0に更新し注目を集めた。1992年8月6日バルセロナオリンピック400メートルハードルに出場し48秒16の記録で4位入賞の成績を残した。1995年7月5日ローザンヌで開催された。 アスレキシマ400メートルハードルにおいて47秒37を記録し優勝。男子400メートルハードル1995年、世界ランキング1位を獲得し、またハラルト・シュミットが保持していた、同種目のヨーロッパ記録を0秒11更新した。8月10日、世界陸上競技選手権イエーテボリ大会400メートルハードル決勝では48秒 14? の記録でデリック・アドキンス、サミュエル・マテテに次ぐ3位に入った。1997年8月4日、世界陸上競技選手権アテネ大会400メートルハードル決勝では47秒70の記録で、ルウェリン・ハーバーとブライアン・ブロンソンらを尻ぞけ優勝。世界陸上競技選手権では、男子フランス代表選手として、初めての金メダルを獲得した。 1999年8月27日の世界陸上競技選手権セビリア大会ではファブリツヨモリに次ぐ2位に入った。2003年母国開催となった世界陸上競技選手権パリ大会では400メートルハードルこそ準決勝敗退の結果に終わったが8月31日の4400メートルリレーにレスリー・ジョーヌ、ナマン、ケータ、マルク、ラキーユと出場し 第3走者として優勝に貢献した。その他、ヨーロッパ陸上競技選手権大会では2002年ミュンヘン、大会400メートルハードルで優勝を飾るなど3度、表彰台に立った。2008年4月ウパリにて、聖火ランナーを務めるディアガナ・ディアガナは、アンチドーピングの熱心な活動家であり、世界アンチドーピング機関の委員を務めた。2004年、 パリ高等商科大学で高水準の陸上競技選手の資格を取得し終了した。またフランステレビジョンで陸上競技の解説を担当した。2007年1月28日、フランス国内の陸上競技選手のプロ化を促進するフランス陸上競技リーグの初代会長に就任した。以前は七種競技選手のオディールル・サージュと暮らしており、彼女との間に3人の子供を設けた。 2008年4月7日、ディアガナはパリ市内で最初の北京オリンピック聖火ランナーを務めた。この時、パリ市議会議員のシルバン・ギャレルが飛び出しトーチを奪おうとしたが取り押さえられ、ディアガナはことなきを得た。その他、各大会において以下の成績を残した。ディアガナは男子400メートルハードルのフランス記録を8度更新した。ありがとうございます。